原子宮浄水場排水塔と中央公民館4層目から水槽へと登る、はしごつばめ浄水場排水塔は、新潟県つば市にある塔かつて浄水場の排水塔として用いられた建造物で、市民からは水道の塔と呼ばれ、市のシンボルとして親しまれている。国の登録有形文化財、日本の近代土木遺産現存する重要な土木。 構造物2000線現存する重要な土木、構造物2800線。本排水棟は1938年11月28日に通水を開始した浄水場に設置されたもので、完成は1941年のことである。高さ31メートル、直径10メートルの鉄筋コンクリート構造で、上部に八角形の水槽を持つ。 市時代は八方に柱を伸ばした円錐台形をしており、内部は上下方向で四層に分かれている。設計は西で達次郎で排水塔の設計としては本作が初となる。外観的特徴や水槽容量の類似から大分県中津市にあった排水塔完成をモデルにしたものと考えられている。この大分県の排水塔も兵庫県甘ヶ崎市にあった。 排水塔建設をモデルにしたとされ、これら3つの排水塔は3兄弟であるとされる。この中で本排水塔だけが市時代に外壁を設けているが、これは雪国という当地ならではの事情を考慮したものとされる。本排水塔は1969年にその役目を終えた。浄水場は道近地席へと移転したが、本排水塔だけはそのまま残された。 2011年度以降、老朽化した本廃水塔の改修工事を実施、耐震補強のほか、外壁の剥離防止、はびこるツタの除去が行われた。そして2013年6月21日付で、国土の歴史的景観に寄与しているものとして、国の登録有形文化財に登録された。現代における本排水塔に関する研究者としては、長岡造形大学の教授、 平山育夫がいる。インターネット上にて無料で、閲覧可能なものを2件紹介する。遠子総合文化センター駐車場内に立つ。内部の見学は予約制。ありがとうございます。